アンマンと落書きと実況プレイ。今日のアンマンちゃんでございます。カメラは見ましたよ。カメラは捉えました。犯人をね。ティッシュだらけですよ。ねえ、思春期なのかなって思われるようなね、部屋になってますよ。あ、こうやって出したんですね。人のハンコガジガジしてる。もう、まあ、変なもの食べたりしないからいいけどさ。というわけで、返せ。にゃろ。あ、襲われた。というわけで、ちーさんでございます。お元気ですか？今日もね、見たいぞ。ここに紹介です。落書き名作劇場、落書き王国ですね。購入価格110円、ネット価格280円ですね。これもね、以前買っててね、ずーっと積み上げてて、紹介してなかったと思います。噛んだ。今ね、そう、SH5 ラジオさんとこでやってるラジオ聞きながらね、収録してます。この火花と太郎がね、あれらしいですよ。姉気分が火花って感じかな。結構さ、女の子でもさ、こういう男勝りの女の子って結構好きなんだよな。サバサバしてていいよね。まあ、これはね、落書きを自分でできるんですけど、それをね、キャラクターにしてゲームを遊べるというね、ソフトでございます。結構ね、面白いんですよ。まあ、複雑な落書きをするためには、かなりレベル上げていかなきゃいけないんですけど、最初はね、簡単な落書きからできるようになるんでね。そう。声優さんもね、結構、豪華なのか。豪華じゃないのかは、私にはわかんないですけどね。でもね、すごくいいですよ。君の手から生まれた、僕たちの物語。それでは、動作確認です。さあ、今日はね、長めにね、ゲーム実況っていうことでね、少しやっていきます。じゃあ、始めから、スタート。装飾機。オープニングいいね。はじめ、世界には色がなかった。世界は白黒だったんだね。そこで神は青と黄色と緑と赤を使い、四つの形を描いた。おお、あ、すごい。やがてそれは海と風と大地と太陽になった。ちょっとなんか聖書みたい。その後、神はそこに住まわせる二つの形を描いた。一つは心を自由に持つ人に。おお、見入っちゃうな。体を自由に持つ落書きになった。おお、落書き。あの壁画は全部昔動いてたのかもね。落書きは色を生み出したので、世界はさらに豊かな色に恵まれた。おお、桃色とかできたのね。噛むな。桃色とかできたのかね。人の中に王が、人の王はより多くの色を得るために落書きを支配した。あ、落書きを支配したんだって。
こで落書きを収めていた落書きの王は、落書き王なんだね。元から逃れると悪書き王だよね。落書き王っていうよりね、契約した。神よ、貧しい心を持つ人間には私たちを生み出すことができないようにしてください。願いが叶うなら私の身と私の納める色をあなたに捧げます。やがて、あ、水泳帽をかぶってる。豊かな心のもとにしか現れなくなったの。人の王に支配されなくなったが、ほほ世界から落書きの王と色の半分はなくなってしまった。すごい世界観がしっかりしてるよね。こうして世界は人の王が治めるようになったが、やがて人は人を支配するようになった。あー、なるほどね。いや、なんかこれ実話っぽいよね。うまいよね。いや、落書き動かないかな。起きなさい。お？誰？誰？誰が呼んだの？あなたの名前？もちろん、僕の名前は、ふかふか。肉まんだよ。さあ、このペンジェルを使って自由に形を変えてください。ペンジェル。その形はあなたを導くでしょう。かわいいペンジェル。5枚集めると、なんかもらえるのかな？金のペンジェル1枚。銀のペンジェル5枚。何のことだか。丸い形を描いてください。これね、コントローラーでやるんですよ、スティックで。ほら、結構丸く描けるもんでしょ？この落書きっぽいさ、デザインになるのがいいよね。あ、なんか転がってった。この世界観いいな。この歌もいいね。ならそう。まあ、皆さんね、ご存知でしょうけど、私は音痴ですから。わ、すご。あ、なんだこれ、こんにゃくか。あ、犬だ。かわいい。こういう感じのさ、世界だったらさ、なんかこう嫌いなものもさ、かわいいかもね。結構さ、虫が苦手だったりするから、こういう世界だったらいいな。あ、なんだ、来たぞ。お、なんだこれ、助けてくれたの？うわ、落ちてった。大丈夫なのかな？大丈夫？あの赤いの、海に落ちそうになったってこと？あ、戻ってきた。よかった。お帰りなさい。ふふ。うわ、いた！いた！いた！痛いぞ。あ。うわ。うがーだって。うがー。あんたの落書きでしょ？
ったら自分で守んなさい。すいません、射線。ほら見なさい、あんたみたいなクロッカーには愛想が尽きたってよ。あ、行っちゃった。ふーん、あんたどっから来たの？町の子じゃないみたいだけど。地球です。あ、なんかかじられてる。太郎、何それ。太郎、かわいいね、太郎ね。魔人ブーみたい。あ、ペンジェル。さっきの俺、あんたのペンジェル借りるわよ。お、ペンジェル貸し借りできるの？まずは三角ボタンで書きたい色を選んだら、メニューは丸ボタンで決定よ。まだ3色しか使えないんだね。うん、じゃあ緑で体を描いていきますよ。おお、いけたいけた。まあまあね。いいですね。で、どうすればいいんだ？どうすんの？三角形を押して別のパーツ。これなんだ？硬い。硬いって何？ガタイのことかな。硬いってなんだろう。あ、書けないって。戻るか。よし、戻った。終わったらメニューを開いて。もうなんだかわかんないよね。へへへ。目の生えた枝豆です。次は名前よ。名前だって緑だから。ウグイスマンにしよう。うん、このさ、文字もさ、かわいいでしょ。そう、これがね、いいんですよ。変な名前ね。ね、作者肉まん。こんな感じで落書きの完成。簡単でしょ。この落書きフォントがいいよね。ここに作った人の名前も書いてあるわ。すごいな。カタカナとひらがな。の名前も変てこね。変な名前。両方ともフォントがあるんだね。じゃあノートはおしまいよ。あ、でも制作者っていうのもフォントがちゃんとあるんだ。すごい。あ、インベーダーがいる。あ、すごい。どうやら帝国の人間じゃなさそうね。そう、帝国の人間じゃないです。帝国って何ですか？うん、もうそろそろ帰らなきゃいけない帝国なんですけど、大丈夫ですか？あ、海になんか捨てた。今から町に行くわよ。散らかすなし。一緒に来なさい。一緒に一緒に来なさいって言われても行っちゃったよ。あ、ワンコが歩いてる。ナウローディング。このローディングもすごいよな。アニメみたい。ローディングがちょっと長いかな。大会に出るにはあんたが必要なのよ。ほら、早く。お、なんだって？大会？から下げ屋？から下げ屋ってなんだろう。から揚げの反対か。から下げか。名物なのかな。なんかこの町好き。うわ、いいお祭り、お前、なんだ、お祭りみたいだし。うわー、いいなー。すげえ、セミがうるさいし。
うわぁ、あ、なんか舞子だ。なんだろう、うん、まあ、別にえ、なんかジブリキャラみたいだよね。すごい。いや、この世界観いいわ。これ逆に映画化してほしいよね。映画化できないのかな、もうあんのかな、ひょっとしたら。うん、後で取りに来るわ。それじゃ急いでるから行くよ。ギャラリーに。待てよ。ギャラリーに行くんだって。ギャラリー、あ、声。なんだ、敵か。落書きの王などいない。味方か。落書き王などいない。え、でも落書き、あー、落書き、悪い人が落書き王とか言ってなかったっけ。あ、それを支配してるだけか。うん、あ、なんだこれ。詳しい人だって。なんだろう、なんだあれ、なんでし、いわきみたいな感じで葉っぱくわえてる。うん、わかんないか。うん、すごい、なんか天才少女って感じだよね。うん、いいね。いや、このゲームいいわ。何度言われてもペンジェルなし、ペンジェルなしで入れないんだって。規則ですから。僕のペンジェル見てみるかい。これで文句ないでしょ。どうぞ。中で落書きの大会やってんのよ。ほら早く。ああ、出場するのはあんたなのよ。付き添いは入れるんだね。ねえ、ペンジェルがないとさ、入れないってことは観客はいないってこと？一切。それともペンジェル持った人だけしか観戦できないのかな？ええー、これすごい。おぉ。いや、いいなぁ、この感じ。あ、動かせる動かせる。なんだこれ。おぉ。ガラクタファイ、え？落書きファイト。うん。帝国落書き？そうだよね。なんか悪が帝国の落書きなんじゃないんだっけ？落書き王って言ってなかったっけ？落書きの王などいないとか言ってたけど。どういうことなんだろう。それがね、いつか解き明かされる。楽しいでしょ、このソフト。行くでやんす。運がーへ3対3の勝ち抜き戦、じゃんけんみたいな、強弱関係があって、相手より強い技を出したら攻撃ができるってことね。魔法は攻撃に強いって感じね。うん。なるほど、なるほど。バリアはチャージに強いとかね。そういう感じなんだ。ほう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 。だからどれを出すかでダメージを与えられるかっていう話か。なるほど。魔法はチャージに強いんだね。ステータスウィンドウ。うん。コマンドウィンドウ。ボタンを押せば、技決定よ。なるほど。三角を設定。魔法のの、魔法呪い？うん。いけ！我が魔法、喰らえ！
お、呪いがかかったぞ。次の技。うん、4種類使えるもんね。じゃんけんより1個多いんだね。うん。ほう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 。PP がいるんだって。PP はどういう意味なんだろう。うん。ね。プップクプーかな。うん。サンプップクプーがいますとか。そんな感じなのかな。よくわからんが。ねえ。それでは、L ボタンを押しなさい。L1 ボタンを押しなさいってことでね。攻撃です。噛みつぶし。必殺、噛みつぶし。あ、違う。踏みつぶし。噛みつぶしじゃないよね。ダメだ。日本語も読めないぐらいになっちゃってる。ほうほうほう。魔法の技を使うと、ほうほうほう。なるほど。チャージの使うタイミングは難しそうだね。うん。R1 で、バリア。向こうもバリアじゃん。マバリア。こっち弱そうじゃん。バリア。ただのバリアだもんね。マバリアの方が強そうだよね。アイコだとお互いに技を出せるのね。チャージを使うと。L2 か R2、どっちも対応してるんだね。チャージです。みんな、オラに元気玉を。なのに、どうなったの？大丈夫なの？あ、HP が回復した、確かに。攻撃技。この技は3種類。攻撃技の時は、早いな。まあ、とりあえず、L1 押せと。そういうことらしいです。雷。向こうもマバリアだ。マバリア。あ、強い。よし。砕き散ったぞ。一人でやってみなさい、だって。じゃあ、我がキャラクター出てこい。やれるもんならやってみろでやんす。お、なんだ。生意気な。我がモンスター。いや、我が落書き召喚。こんななんか、すごいの描けるんだね。さあ、何から行く？もちろん、攻撃ですね。くらえスピン。スピン遅っ。あ、でも結構ダメージ。与えた与えた。唐辛子パワー！唐辛子パワー？じゃあこっちチャージで。チャージだとでもやられちゃうのかな？大丈夫？なんかよくわかんないけど。どうなった？また、バリア押しちゃった。マバリア。じゃあこっちも攻撃できるんだよね。アイコだから。ああ、いった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 。あまりダメージ与えられないね。攻撃。あ、やばい。8しかない。そっか。魔法に弱いのか、攻撃。あ、やばいじゃん。体力ないぞ。どうしたらいい？よし、魔法だ。あれ、魔法。あ、跳ね返された。やべえ。HP1。ピンチ。ピンチだ。ウグイスマンピンチ。どうしたらいい？地味な、地味なスピンで行くぞ。お、これ。やった。勝った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 。スピンいいじゃん。なんかデベソだね。元気な証拠だね。よし、勝ったぞ。ガラシ。あ、ガラシってことね。肉まんの勝ち。水色200を手に入れた。
200ってなんだろう、200個ってことかな。へえ、あ、ペンジェルが成長したって、イエーイホイップクリームが乗っかった。だんだんパフェに近づいてってるね。ホイップクリームが乗るんだね、成長するとね。さあ、なんだこれは、敵か、なんだ、ムスカか。あ、なんだこれ、あ、え、これさっきの青いやつじゃないの。あ、取るなし、やめろし。あ、みんな見てる、これ私たちのカラー席よ。何すんのよ、話しなさい吠えるな、ガリレオの。あ、ガリレオの娘だって。初めてのギャラリーか、実に面白いこのゲームは実に面白い似てねよしというわけでね、こういうゲームでございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。それではね、またこういうね、実況していきたいと思いますんで、よろしくね。バイバイ。